1時間ぐらいはできるかな。あ、修学旅行を寄ったのかな。勉強してから修学旅行。京都がありがちだよな。不満かい？僕は記憶に留めるにふさわしい、とても美しい場所だと思うよ。そんなもんかね。それだけ浮いとるの。ああ、さっきクッキー食ったら。立派なとこじゃん。この辺結構お高いからね。あれ、あそこ傘がさしてあるよ。なんで？そうか、風情の演出ね。みんなのイメージする京都なわけで、舞妓さんいないのかな。芸者遊びって頼める？お、そうだよ、舞妓さん忘れてた。それに芸者遊びっていくらすんだろう。頼めるわけないっつうの。私がやるあります。石造りの屋外に水が張られています。これが噂に聞く露天風呂というものですか？いや、これはただのお庭でしょ。入り口から丸見えだし。そういや、領事は前の学校じゃ修学旅行ってどこ行く予定だ？京都はベタだかんな、実際。ん？旅行って覚えてないわけ？ほら、おしゃべりは後よ。進まないと後ろが疲れちゃうでしょ。はい、じゃあ女子から先に部屋に上がってちょうだい。だとさ。じゃあまた後でね。たく、ベタなことすんなっての。順平はあっちで会議すも。おう、真田おるんか。めんどくせえな。女さんがいか。
マネージャーって何ね。あ、いつもの配置ね。俺金閣寺行ったことねえ。なんか金閣寺行くまで結構遠かって、行けん、行った他のところ行けんかなって行かんかったのかもしれない。もう戻らないと夜の点呼に間に合いませんよ。それにこの辺から四条くらいまではカップルと酔っ払いで込み出しますよ。どうしてそこまで私に構う。君と私は戦いによって引き合わされた。そしてその戦いは終わった。目的も倒すべき敵も全てが消えた。私に執着する理由などもうないだろう。そういう言い方はないと思いますけど。答えは出たんだ。これ以上何のために戦えばいい。あ、加藤もうぜえな。なんか信じていたものは全て嘘で。そして何ですか。守りたい人も守れなかったとか言いたいわけですか。グループの罪滅ぼしなんてそんなの嘘。どうせ本当は初めからお父様を守るためだけだったんでしょ。ああそうさ。だが見たろ、とんだ茶番だ。いくつきの一番近くにいたというのに丸め込まれて何もできなかった。お父様は霧城の責任の全てをたった一人で抱えていたんだ。あの事故以来お父様はまるで死に場所を探しているような顔をしていた。生きる資格がないとでも言いたげなあの顔を二度とさせないための戦いだった。全てが無駄だった。私などいなくてもよかったんだ。そうだろ。反対でいいやん、左から右でいいやん。でも無駄かどうかはこれからでしょ。ああ顔殴るやめよう。私前にこの辺に、父さんが死んでから母さんいつも知らない男と一緒にいたんです。それが嫌でいつもこの辺の川べりに一人で来てました。だから私せめて父さんを信じてないと普通でいられなかった。君の父はそそのかされただけだ。父さん、危ない研究に加わってたけど最後は食い止めようってしてくれた。シャドウを放っておくと危ないぞって、体を張って食い止めようって。だから私戦うことにしたんです。私影時間をなくすために戦いたい。お父さんの意志を継ぎたいから。意志を継ぐ。それが私に、うん、私たちにできることでしょう、ミツル先輩。だけば、そうだったな。まだ何も終わってないな。なら見届けてもらおうじゃないか。天井のお父様と、そして君にもだ。
ズキョン。違うか。ゆかり、来て。じゃあ帰って露天風呂ってことで。風呂？まだ見てないんですか？これからは裸の付き合いということで、何でも相談してくださいね。裸？赤くなんない。もう行きますよ、門限過ぎてるし。お父様、私はそしてもう振り返ることもしません。進化した状態やったよな。こっちのイメージの方が強いかな。よし、露天風呂覗きに行くか。なんちゃできんのか。お土産くらい買えんかな。ちょっと見てくるか。せんべいはコロマルにあげよう。コンペイトはあのマネージャーにあげよう。よし、これで完璧や。ピン揃えてきます。よう、行くに決まっとるやん。っていうことはさ、交代する時間帯ぐらいに頭突っ込んどけばどうにかなるんやろ。すごい顔。
真田と一緒の部屋なのかな。男湯と女湯、時間交代制なんだよ。おー、マジか。じゃあ途中で変わってしまうかもね。でももしそうなっても、それは事故だよね。それはそうでしょう。もしそうなっても、僕らに責任はないよね。君はどう思う？まあ、あくまでもしもの話。まあ、いやー、ほんとそうだね。で、その男女が交代する時間というのはいつなんだ？そりゃ確認してないっす。もしかすると。お前らバカだろ。どうりでこんな妙な時間に。ははは、冗談っすよ。もう夜中だし、こんな際どいタイミングでわざわざ入ってくる女子な。え、マジかよ、誰か来たぞ。男子だろ。まあそう焦らないで。これは事故なんだから知らんぷりしてればいい。あ、やっぱここの露天ヒーター。あ、ほんと流れるプールみたい。これが露天でありますか。私には効かない効能ばかりです。ゲゲゲ、あいつらだ。なんでこんな時間に。おお、ゆかりさんに風花さん。これはラッキーだ。バカ野郎。これ誰、誰かいるの。どうしたゆかり、何かいたか。ミツルもいるのか。これは間違えたじゃ済まんぞ。あの、もし見つかったら退学とかですかね。いやけど、入ったのはちゃんと男湯の時だし、だいたいこんなの冗談半分で。そんな言い訳が通じると思うか。見つかれ処刑だな。なんか聞こえたよね、やっぱ。お化けかもし。順平お前。
ミツルがおるんだ。公開だ。これは事故だ。ダメだ。処刑する。短いお付き合いでした。遅れたりされると監督責任で吊るされんの私なんだから。俺京都忘れねえ。つか忘れなくてもあんなまさに処刑だったよね。忘れるんだ。あ、お土産、お土産。せんべいをあげる。あー、なるほどな。まあ、そのぐらいで許さないやんかね。優しいもんや。
あれ、働きよるとか写真撮りに行かねえかんのだ。何を書いてんだろう、私。
しぶりですね。その声。お。また会えて嬉しい。ジン、宣告のもの。これでもう君が縛られる理由はないはずですね。高谷。分かっていますね。君には居場所などない。私たちと来る以外にはね。君もよく知っているはずだ。怖いのは死ぬことなんかじゃない。一番怖いのは。分かってるよ高谷。いい子だね。あいつのせいよ。あいつが近づいてきたから私毎日痛くて苦しくて死ぬのが怖くなって。なあ千鳥、早く来いや。正直ないよな。クリーンゴフしていいかな。
しかすると思って。山岸が反応を見つけ、私たちではないペルソナ使いがタルタロスの前に来ている。ペルソナ使いってストレガか。い影時間が消えなかったと思ったら、たくどうなってんの。山岸、誰が見える。純平。あと一人だけです。この子確か病院にいたはずじゃ。セーブしてないですけど。どういうこと？彼女今病院に。てか純平、あんた何か。純平。うっせえよ。俺が聞きてえよ。くそ。純平。罠かもしれないが、あ、それに連中に会えば。何をしてくるかわからない。決まり次第。あ、セーブしてきていいですか。ああ、別にあれか、この丸でもいいんか。最後出さなかったらいいねか。斬撃だけしとけ。
斬撃の動き。する理由なんてねえじゃんか。そりゃ俺あんま頭良くねえし、いろいろまずったかもしんないけどさ、でも俺たちが戦うのなんて絶対おかしいって。純平くん、うわっ、そんな、下がれ純平、話が通じる。ちょ、これ以上は危険です。うちはわかるけど、すごい経験してくれた。千鳥、教えてくれよ。なんでこんな。一番怖いのは死ぬことじゃない。一番怖いこと、それは執着してしまうこと。そうなればなくすのが怖くなる。物だって命だって何だって。だから私たちはいつだって今という瞬間を楽しむだけ。なのに純平は私にいらない苦しみを持ってきた。え？純平と一緒にいると怖くなかったものが何でも怖くなる。なくすのが怖い、死ぬのだって怖い。一緒の時間が終わっちゃうのが怖い。だから
チドリ。この気配。どうした？あいつらやっぱり。出やがったな、死に損ないどもが。千鳥、やはりもうダメのようですね。君は彼らに毒されてしまった。何がダメだ、ふざけてんなよこの亡霊野郎が。亡霊などではありません。性に執着などしなかった我々を運命はそれでも生かした。私は選ばれたのです。てめえ、もう決めたぜ。てめえらにはもう指一本触れさせねえ。千鳥は俺が死んでも守る。千鳥、俺と来い。こんな奴らといちゃダメだ。純平。え？ん？純。やった。部屋戻って装備だけ剥ぐはずだ。よかった。気がついた。千鳥、あれ、俺確か、私間違ってたみたい。怖いのも心が痛いのも純平がいるせいだと思ってた。だって純平と会うまで一度もそんなことなかったから。でも純平に会って私初めて考えたの、自分がどうしたいかって。君のしたいこと？私、純平と一緒にいたい。ずっと一緒にいたい。あ、俺だって君と。でも、辛いの。私たちはあなたたちと違う。最初にペルソナを得た時から分かってた。ストレガが命を失う日。考えたらすごく怖かった。自分が死ぬ日のことなんて今まで一度も想像したことなかった。死ぬって。千鳥、だからね、これでよかったの。純平はこんなところで死んじゃダメ。俺が死ぬ？え？させたのか。私のと逆。命を感じ取るんじゃなく放出するペルソナ。でもそれで人一人を蘇らせるなんて、そんなことしたら。千鳥、聞こえる？純平の生きてる音。私は純平の中で生きる。ずっと
もう一度に。てか、決戦しろって。決戦日がわからんかったってもすごい。これからはね、私が自分。ああ、俺もだ。俺だって君を守るよ。だから。危ない危ないお前。ああ、頭に刺さるって。いい気持ちだね。純平といるといい気持ち。腕にグソってさ。千鳥。大好き。ありがとう。千鳥。千鳥。返事してくれよ。千鳥！愚かな、こんなにもくだらない最後を選ぶとは。くだら…うん？ダメージ食らわんかった純平。ほう、大した偽物。やめときやったかや。なぜ。あんたには先がある。ここで無理したかって意味あらへん。私はもっと大きなことを成し、影時間を捨てだてのないあなた方など、もはや捨ておこうかとも思います。いずれ決着をつける日も訪れそうです。彼女にもらった命だろ。託されたんだ。無駄遣いするな。千鳥。千鳥。こんなのきつすぎけど。でもさ、俺一人の命じゃないんだよな。純平。カマがうんうんって。どうなる？What? So dance, while I put you